ですからもう階級も何も言いません。器量もどうでもいいとします。偏った性質でさえなければ真面目で素直な人を妻にすべきだと思います。その上に少し見識でもあれば満足して、少しの欠点はあっても良いことにするのですね。安心できる点が多ければ趣味の教育などは後からできるものですよ。上品ぶって恨みを言わなければならぬ時も知らぬ顔で済ませて、表面は謙虚らしくしていても、そんな人は苦しくなってしまうと凄文句や身にしませる歌などを書いて、思い出してもらえる材料にそれを残して、遠い郊外とか全く世間と離れた海岸とかへ行ってしまいます。子供の時に女房などが小説を読んでいるのを聞いて、そんな風の女主人公に同情したものでしてね。立派な態度だと涙までもこぼしたものです。今思うとそんな女のやり方は軽佻でわざとらしい。自分を愛していた男を捨てておいて、その際にちょっとした恨めしいことがあっても、男の愛を信じないように家を出たりして、無用の心配をかけて、そうして男を試そうとしているうちに取り返しのならぬ羽目に至ります。嫌なことです。立派な態度だなどと褒め立てられると、図に乗ってどうかすると尼なんかにもなります。その時は汚い未練は持たずに、すっかり恋愛を清算した気でいますが、まあ悲しい、こんなにまで諦めておしまいになってなどと知った人が訪問していい、心底から二国はなってない男がそれを聞いて泣いていたという話などが聞こえてくると、召使いや古い女房などが、殿様はあんなにあなたを思っていらっしゃいますのに、若いお体を尼になどにしておしまいになって惜しい、こんなことを言われるとき、短くして後ろ付きにしてしまった額髪に手がいって、心細い気になると自然に物思いをするようになります。忍んでももう涙を一度流せば、あとは始終泣くことになります。身弟子になった上でこんなことでは仏様も未練をお憎みになるでしょう。俗であった時よりもそんな罪は深くて、かえって地獄へも落ちるように思われます。また夫婦の縁が切れずに尼にはならずに、夫に連れ戻されてきても、自分を捨てて家出した妻であることを夫に忘れてもらうことは難しいでしょう。悪くても良くても一緒にいて、どんな時もこんな時も許し合って暮らすのが本当の夫婦でしょう。一度そんなことがあった後では、真実の夫婦愛が返ってこないものです。また男の愛が本当に冷めている場合に家出したりすることは愚かですよ。恋はなくなっていても、妻であるからと思って一緒にいてくれた男から、これを機会に離縁を断行されることにもなります。何でも穏やかに見えて、男に他の恋人ができた時も全然知らぬ顔はせずに、感情を傷つけない程度の恨みを見せれば、それでまた
愛を取り返すことにもなるのです。浮気な習慣は妻次第で治っていくものです。あまりに男に自由を与えすぎる女も男にとっては気楽で、そのサイ君の心がけが可愛く思われそうでありますが、しかしそれもですね、本当は関心のできかねる妻の態度です。つながれない船は浮き歩くということになるじゃありませんかね。中将はうなずいた。現在の恋人で深い愛着を覚えていながら、その女の愛に信用が持てないということはよくない。自身の愛さえ深ければ女のあやふやな心持ちも直してみせることができるはずだが、どうだろうかね。方法は他にありませんよ。長い心で見ていくだけですね。と当の中将は言って、自分の妹と源氏の中はこれに当たってるはずだと思うのに、源氏が目を閉じたままで何も言わぬのを物足らずも口惜しくも思った。ずっと前でまだつまらぬ役をしていた時です。私に一人の愛人がございました。老婆などはとても悪い女でしたから、若い浮気な心にはこの人とだけで一生暮らそうとは思わなかったのです。妻とは思っていましたが、物足りなくて外に常人も持っていました。それはそれでとても嫉妬するものですから、嫌でこんな風でなく穏やかに見ていてくれてればいいのにと思いながら、あまりにやかましく言われますと、自分のようなものをどうしてそんなにまで思うのだろうと哀れむような気になる時もあって、自然身持ちが収まっていくようでした。この女というのは自身にできぬものでもこの人のためにはと努力してかかるのです。教養の足りなさも自身で努めて補って、恥のないようにと心がけるたちで、どんなにも行き届いた世話もしてくれまして、私の機嫌を損ねまいとする心から勝ち気もあまり表面に出さなくなり、私だけには従順な女になって、醜い器量なんぞも私に嫌われまいとして、化粧に骨を折りますし、この顔で他人に会っては夫の不名誉になると思っては遠慮して来客にも近づきませんし、とにかく堅裁にできていましたから、同棲しているうちに利口さに心が惹かれてもいきましたが、ただ一つの嫉妬癖、それだけは彼女自身すらどうすることもできない厄介なものでした。当時私はこう思ったのです。とにかく惨めなほど私に参っている女なんだから、凝らすような仕打ちに出て脅して焼きもち焼きを改造してやろう、もうその焼きもちぶりに耐えられない、嫌でならないという態度に出たら、これほど自分を愛している女ならうまく自分の計画は成功するだろうと、そんな気で
ある時わざと冷酷に出まして、例の通り女が怒り出している時、こんな浅ましいことを言うあなたなら、どんな深い縁で結ばれた夫婦の中でも私は別れる決心をする。この関係を破壊してよいのなら、今のような邪推でも何でももっとするがいい。将来まで夫婦でありたいなら、少々辛いことはあっても忍んで気にかけないようにして、そして嫉妬のない女になったら、私はまたどんなにあなたを愛するか知れない。人並みに出世して一角の管理になる自分には、あなたが立派な私の性夫人でありうるわけだ、などと、うまいものだと自分で思いながら利己的な主張をしたものですね。女は少し笑って、あなたの貧弱な時代を我慢して、そのうち出世もできるだろうと待っていることは、それは待ち遠しいことであっても、私は苦痛とも思いません。あなたの多情さを辛抱して、良い夫になってくださるのを待つことは耐えられないことだと思いますから、そんなことをお言いになることになったのは、別れる時になったわけです。そう口惜しそうに言って、こちらを憤慨させるのです。女も自制できない性質で、私の手を引き寄せて、一本の指に噛みついてしまいました。私は、痛い、痛い、と大層に言って、こんな傷までもつけられた私は、社会へ出られない。あなたに侮辱された子役人は、そんなことでは、いよいよ人並みに上がってゆくことはできない。私は、坊主にでもなることにするだろう、などと脅して、じゃあこれがいよいよ別れだと言って、指を痛そうに曲げてその家を出てきたのです。手を降りて愛みしことを数振れば、これ一つやは君が浮き伏し、言い分はないでしょう、と言うと、さすがに泣き出して、浮き節を心一つに数えきて、子や君が手をわかるべきおり。反抗的に言ったりもしましたが、本心では我々の関係が解消されるものでないことをよく承知しながら、幾日も幾日も手紙一つやらずに、私は勝手な生活をしていたのです。鴨の臨時祭りの朝学が御所であって、吹けて、それはみぞれが降る夜なのです。皆が退散するときに、自分の帰っていく家庭というものを考えると、その女のところよりないのです。御所の殿医室で寝るのも惨めだし、また恋を風流遊戯にしている局の女房を尋ねていくことも寒いことだろうと思われるものですから、どう思っているのだろうと、様子も身がてらに雪の中を
少し決まりが悪いのですが、こんな晩に言ってやる志で女の恨みは消えてしまうわけだと思って入っていくと、暗い火を壁の方に向けて据え、暖かそうな柔らかい綿のたくさん入った着物を大きな炙りかごにかけて、私が寝室に入るときにあげる貴重の切れもあげて、こんな夜にはきっと来るだろうと待っていた風が見えます。そう思っていたのだと私は得意になりましたが、妻自身はいません。何人かの女房だけが留守をしていまして、父親の家へちょうどこの晩移っていったというのです。変な歌も読んでおかず、気の利いた言葉も残さずに、地味にすっと言ってしまったのですから、つまらない気がして、やかましく嫉妬したのも、私に嫌わせるためだったのかもしれないと、むしゃくしゃするものですから、ありうべくもないことまで、忖度しましたものです。しかし考えてみると、用意してあった着物なども、平勢以上によくできていますし、そういう点では、実にありがたい親切が見えるのです。自分と別れた後のことまでも、世話していったのですからね。彼女がどうして別れうるものかと、私は慢心して、それから後、手紙で交渉を始めましたが、私へ帰る気がないでもないようだし、全く知れないところに隠れてしまおうともしませんし、あくまで反抗的態度を取ろうともせず、前のような風では我慢できない、すっかり生活の態度を変えて、一歩一歩の道を取ろうとお言いになるのなら、と言っているのです。そんなことを言っても、負けてくるだろうという自信を持って、しばらく凝らしてやる気で、一夫主義になるとも言わず、話を長引かせていますうちに、非常に精神的に苦しんで、死んでしまいましたから、私は自分が責められてなりません。家の妻というものは、あれほどのものでなければならないと、今でもその女が思い出されます。風流ごとにも、真面目な問題にも、話し相手にすることができましたし、また、家庭の仕事は、どんなことにも通じておりました。染め物の竜田姫にもなれたし、七夕の織姫にもなれたわけです。と語った様の神は、いかにも亡き妻が恋しそうであった。技術上の織姫ではなく、永久の夫婦の道を行っている、七夕姫だったらよかったですね。竜田姫も我々には必要な神様だからね。男にまずい服装させておく細君ではダメですよ。そんな人が早く死ぬんだから、いよいよ良妻は得がたいということになる。中将は指を噛んだ女を褒めちぎった。